なんですけど、はいはいはい、これ最大5個まで溜まるんですよ。今4個頭の上にくるくる回ってるんですけど、はいはいはい、あのこれが溜まれば溜まるほど強くなる。強くなります。おー、かっこいい、はい、いいね。隠された、秘められた力が覚醒するみたいな感じで、はい、いいな。敵を倒すと増えるんですか、これ。これ特定のスキルを使うと増えるんですね。はいはいはい、はいはい、それでこの今3つ溜まってるんですけど、はい、これを全部解放する技があるんですよ。これなんです。おお、あ、これさっきから出てましたけど、はい、あ、これそんなすごい技だったんですか。はい、これ使うと全部なくなっちゃうんですよ、上のインが、はいはいはい、だけどそのめっちゃ溜まはい溜まってるインを例えば5個でマックスで全部使うとめっちゃ強いんですよ。ああ、なるほど。あ、1個の時に投げてもまあそんな強くないんですけど、はい、あ、小さい、はい、あんまダメージ持てないんですけど、はいはい、5個溜めて投げると超強いですね。超強い、はい、しかもなんかかなり残りますよね、画面に。そうなんですよ。ボスに当てたらすごくなるんじゃないですか、これ。やりましょうか。やりましょう。溜まってないけどね。いや、その前にちょっと爆弾投げます。爆弾、はい、下のやつも重いですね、はい、これ。あのツタがめんどくさいんですよ、本当に。もしかして掴まれちゃう感じ。はい、そうなんです。ここに立ってるとこう拘束されちゃうんですよ。あら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 、これ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 なんですよ。これが本当にうっとうしい。これは危ないですよ、これ。だからこのツタは、はい、燃やすと、はい、燃やすと。これが本当にプロの戦い方です。なるほど、はい、地球の環境よりも、はい、自分の足が大事と、はい、地球環境なんかよりも、はい、本当に。まあ、それはそうですね、はい、地球じゃないけど、はい、あ、倒した。ツタ燃やす、はい、これがプロです。ありがとうございます。さすが。どうだ、俺と取引しないか。いや、こいつはあんま戦えないやつなんで無視します。こいつ毎回話しかけてるね。はい、あいつはあんま。どうだ、俺と取引しないか。ドヤ顔で来ますけど、まあ基本的に僕は無視しますね、大体。次はついにハードですか。そうですね。じゃあパーティー組みますか。はい、組みましょう。パーティー入るなら今ですよと。今ボスユニークアイテムっていうのをあいつが落としたんですよね、ボスが。ほうほう。ボスユニークアイテム。はい、ボスの何ですかね、特定のドロップと言いますか。え、じゃあめっちゃ強いんじゃないの、それ、はい、もしかして。強いのかな、まあとりあえず装備してみます。はいはい、どんな感じでした。なんだろう、あ、これ高速耐性がついてるんですよ。おー、ということは、あそこに行っても立ってても、草の上に立ってても平気と。多分大丈夫だと思います。なるほど。燃やす必要がないのかな。だからボスは平気で歩いてた、はい、上を。あ、多分あいつはこの指輪つけてたんですね。指輪つけてたんですね、あいつね、はい。じゃあ今回ちょっとパーティー募集していこうかな。はいはい。もう僕ちょっと一人でやるのにだるくなってきましたので。ごめんなさい、ちょっと。そういうこと言っちゃダメ、はい、笛かかりそう。そういうこと言っちゃ。いや、またちょっとチャンネル3、会員のチャンネル33で、33で、はい、パーティーで作ったんで、はい、た早い、 できたら皆さん協力してください。これ見てる人かな、これ、はい、早いですね、早い、もう埋まった、はい、早いな。今回もちょっとパーティー、あ、ごめんなさい、さっき僕のプレイが、あ、多分あれなんですよ、あれなんですよ、これランクっていうのは、あの僕ダメージ受けると下がっちゃうんですけど、はい、僕あの草をもう燃えてて、燃やして燃えててダメージ食らってたから、あの火でもちょっと遊びすぎですよ、ちょっと火でダメージ、火でダメージ受けちゃって、ランク確認してなかった、そういえばランク、S ランク取れてなかったですね、取れてなかった、はい、A からいいんですよね。 A か多分 S か A ですね。 S じゃないダメージ、はい、このパーティーで S 取れば次からハードいきますね。頑張りましょう。まあ、この人たちにはまあ申し訳ないけど、はい、いや燃やすのはちょっと控えます。申し訳ないけどミディアムで頑張ってくださいと、はい、好きだったんだけど、はい、いやでも燃やしたいな、こんなに。ああ燃えてる燃えてる燃えてる燃えた燃えた燃えた。これ大丈夫か、ランク大丈夫か。今これ誰のせいかっていうと、はいはい、総集隊本って言ってあるんですか、リアスとか言っちゃいましたけど、はいはい、このキャラクターエレメンタルマスターっていうんですけど、はいはいはい、火の属性を扱うんですよ。あ、なるほど。爆弾じゃなくても火の魔法で、はい、魔法の火の属性のやつ使うと引火しちゃうんですよ、花が。あ、なるほど。ここで最初に、あ、本気、あ、火の魔だ、あ、危ない、燃えない、危ない、危ない、ギリギリのところで、あ、でも燃やすかもしれないじゃないか、はい、危ない危ない、あ、燃えた燃えた、危ない危ない、燃えない燃えない燃えない、怖いな。こいつが本家が、あの草を燃やすと僕らは燃えますね、逆に先に燃やしてもらえば、レベルアップしました。おー、来た29、はい、逆に先に燃やしてもらえば楽になるかもしれない。この放送を見てるんだったら先に燃やすっていう手もありですね。はい、燃やしていただけませんでしょうか、見てるんだったら。はい、ありがたい。ち
私は裏番組で聞いたんですけど、はい、なんかこっちとあっちで、ギルド作ってメンバー集めてるみたいな話聞いたんですけど、はいはいはい、こっちメンバーは何人集まりますか？いやもう僕らはとっくにね、あれです、はい、とっくにもうマックスですよ。マックスマックス300人、はい、マジで集まってます。こっちもそんな集まってるんですか？はい、マジですか？時間もかかんなくて、はい、早いな。向こうにも入ってくんないですかね、あの裏番組の、はい、なんかやめてください、裏番組の。だって いやちょっとだって300人集まったらね、なんかね、なんか言ってましたね、僕もそれ興味ありますね。興味ありますね。見なくていいから入ってよ。見なくていいから、あの見るのはこっち見てていいからね、はい、あのあっちに入ってよね、コミュだけ、コミュじゃないあのね、そうですね、ギルドだけね、はい、そしたらみんな幸せだ。お、早い早い早い、え、はい、え、いや、ボス出たなぁ思ったらもう、はい、もう倒してる、はい、早っ。嵐の、あ、ランク A だ。 A じゃダメですかね。どうだろうな、 A じゃダメなんですか？ A か S なんですよね、ちょっと忘れちゃったんですけど、 A じゃダメなんですか？ A じゃダメ、 E じゃダメなんですか？ E じゃダメなんですか？どうなんですかね。難易度ってハードの上ってあるんですか？ハードないですね、ないですか？多分ハードがマックス。でも噂によると、その噂によると僕まだ生きてないんですけど、はいはいはい、70レベル以上の男女にはハードの上があるんですね、はいはいはい、確か。僕まだ恥ずかしながら70レベルなので僕、はいはい、あ、まだギリギリいけない感じ、はい、あんま体験はしてないんですけど、はい、さらに上の難易度がやばそうです、はい、ハードって結構敵も硬いし、はい、ダメージでかいからかなり、多分これで多分ジャングル、はい、最後でジャングルとおさらばですね。あ、いけない。あ、いけない。いけない。いけない。今度は燃えないようにしましょう。燃えないようにしましょうね。あ、メンバー変えないでいくんですか。メンバー変えましょうか。変えますか。新しい人でやりたいですから。あ、でも今回でも、一人で行ってあれですね。エス取るともいいと思うんですよ。今回エス取れなかったのはあの本家のせいです。完全に。僕はすぐ人の僕に火がないときはすぐ人のせいにしますから。燃やしたから。はい、僕爆弾投げてないですからね今回。あの本家が。木の綿使って燃やしたせいですね、完全に。もうハードいけるようになるまで来るのもいいんじゃないですか。確かに確かに、ね、最初はどうかと思ったけど、はい、最初は4人でやった方が早いんじゃないかと思ったけど、はい、女子力かっこ毒ってすごいな。これじゃないですか、喧嘩ですか、これ喧嘩です、多分喧嘩ですね。期待しましょう。女子力かっこ毒ってすごい名前だな。高速カニオコ。名前芸がすごいな。名前だけでばらかしてくれてすごいな。女子力得すごいですよね。すごいですね。高速カニオコもかなりすごいと思います。あ、今度は燃やさないで、おお、刈り取っていくスタイル、はい、カニがいますからね。カニが刈り取っていくスタイル、はい、S 取りたいな。痛いですね。でも逆にあのかなりなんですか、メンバーもいるからスピード的にはかなり全然いい、はい、そうなんですよね、はい、ダメージさえ食らわなければ、はい、エストが楽勝なんじゃないですか。多分そうですね。そんなエスト取ること自体そんな難しいことじゃない、はい、ね、基本的には。ナポリタン早く。ナポリタン、ま、周りなんか回ってるのは何ですかね。あれ、このキャラ年マスターってキャラクターなんですけど、はいはいはい、年マスターその年超能力を使うんですよ、はいはいはい、だ超能力でなんか弾をまとわせてる。あ、なるほど。あ、じゃあ、まあ、別にナポリタンのソースとかではない。ナポリタンソースではないです、ね、はい、男の年マスターですね、これ。そうだ、男年マスターですね。あら、わ、来た。おー、すごい。気候圏みたいな、はい、気候圏って何だっけ。気候圏、あ、やばい、気候圏は言っちゃダメだ。あの、ね、なんちゃらボールのやつですか。ダメだね。あ、笛が鳴りそうな雰囲気かな。大丈夫かな。大丈夫かな。あ、笛に手をかけたな。もう言わんの子、もう言わんの子。笛3回鳴らせられたら大丈夫らしいですからね。マジで、はい、気をつけてください。やばいな、もう一回食らってっから。今ちょっとね、あの気候でなんかあの他のゲームとかにない名前言おうと思ったら逆に言っちゃったタイプのね、ミスなんだけどね。すいませんね、すいません。なんかこの技なんていうか教えてください。あれな、年段ですかね。年段、あ、はい、年段ですか。年段ですね。年段、はい、年段。年末使ったことないですよ。あ、そう、年末なかなか、でも難しいですね、やっぱり。あの、分身とかするやつですね。はい。
早い、まあ、早い。まだ僕がボスに走り込んでいるところでもう死んじゃった。なんでこんな早いのモス倒すの。早い。でも A。 あ、でも A。 あ、でも A なんだ。でも A か。一人でやりますか。まあまあ、いやでも僕もこれジャングルもおさらばしますね。あ、クエストは。あ、そうですか、はい、もう終わったんですか。 A なんでちょっとがっかりだ。ちょっとね、はい、がっかりですね。レベルが上がらない感じになっちゃったね、はい、やっぱ難易度高い方経験値、ね、そうですね。そうなんですよ。ちょっとロードが長いか。なんだろう。あ、来た。あ、来た。そうなんです。ジャングルでエースって結構めんどくさいんですよ、本当に。なんかやっぱ草が邪魔なんですか。はい、草が、はい、草結構、はい、邪魔なんですよね、本当に。ああ、なるほど。ジャングル難しいですね、はい、いやでもこれ多分おそらくジャングルのクエストも全部終わったんで。はい。あ、なんか来た。あ、ピザ。あ、ピザ回収された。 ありがとうございます。このガーリックのみのピザ、ありがとうございます。ちなみに向こうではガーリックじゃなくて普通にシーフードが乗ってる美味しいピザをいただきました。ごちそうさまです。ガッチマンさん、ごちそうさまです。ごちそうさまです。本当に本当にごちそうさまです。次は日差しの当たらないところを煉獄に行きたいと思います。煉獄ですか。はい。行ったことありますか、煉獄。難しそうな名前ですね、はい、行ったことあるかな。結構なんすか、ゾンビが多いですね。ゾンビ。あ、分かった分かった分かった、はい、行ったことあります、はい、行ったことありますか。あの、なんかあれですよね、あのこう棺桶みたいなのがあったりするところですよね。そうですね。え、何ですか。あれ、どうだなんですか。なかったっけ。ちょっと行ってみてちょっと、あ、ここだって思ってください。なんか暗いところで十字架みたいな。あ、それ多分ちょっと先ですかね。あ、もうちょっと先ですか、はい、シャローキープってところじゃないですか、ね、あ、そうですか。うん、煉獄どんなとこだった。まず最初だけちょっと一回様子見で、はいはいはい、僕一人で行こうか。あ、なんかバグった。あ、大丈夫。なんかあらなんかバグったぞこれ。ちょっとそういう言い方やめよう。アラノ石器バグったとか、ちょっとそういう言い方やめましょうよ。やばい。うん、まあでもオンラインゲームなんでね。機材トラブルですか。そうですね、機材トラブルですね。いや、まあでも僕も何回か見たことあるバグですね。あ、バグで、あ、バグで、ほら、ほら、ね、せっかく放送させてもらってるんだからね、ネクソさんドローン乗れない。あ、乗った。おお。ね、バグじゃなかったですね。バグで。バグじゃなかったね。そうです、再起動しました。そうですね。長時間やりすぎ。本当そうですね、6時間、7時間つけっぱなしですもんね。パソコンの、あー、はい、ちょっと熱持っちゃいましたかね。あ、そっかそっか、これもね、あっちも回避してやってる、はい、いやもうさ、アラブの問題じゃないですよ、はい、あっちの機材返してもやってるから、はい、あのパソコンから直じゃないんですよ、ね、はい、あ、そっか。じゃあ一旦ログアウトして、もう一回起動、再起動したら多分大丈夫だと思います。パソコンとかね、はい。じゃあちょっと鼻水出てきたんで鼻かでいいですか。はい、マイク切ります。やめちょっとやめてくださいよ。ちょっと僕鼻炎持ちでちょっとたまに鼻かまないとダメなんですから。はい。大丈夫なんですか。公式的にこんなことやって大丈夫なんですか。イメージダウンになんないですか。大丈夫ですか。個人のイメージがダウンしちゃう。あ、そっか。ゴミ箱ないかな。なんか来た。あ、じゃあお願いします。機材の方。いや。しますか。せっかくなんでパスで。なんかやりますか。マイク僕ないですけど。ねえ、あの何がいいですか。これなんですかこれ。あ。なんかやってくれるんですかね、これは。もしかして、はい、これはもしかして、ね、念を込めてるんですか今。はい、あ、はいはい、いや、これゲーム終了しただけですね。じゃあもうそっちにリセットしちゃいますか。二人目来ました。寝とけていいっすね。あの機材トラブルとか起きても、
はい、あのサーバーに保存されてますからね、はい、セーブデータね。そうなんですよ、あのセーブしてないから全部データがってことないですね。結構その辺はいいですよね、はい、便利便利。あ、じゃあ座っちゃおうかな。あ、どうぞ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 、いやいや、どうぞ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 で座りますどうぞどうぞなんだこれ今二人仲良くね、はい、あ、意外と座れるんだね、はい、判決ずつで判決ずつでどうですか、治りそうですか。どうなんですかね、もうパソコン自体リセットしてパソコン、あ、来た。これやっぱ PC の方がちょっと、そうですね、多分もう本当にもうつけっぱなしでしたからね、本当に朝から。着てますね。あ、ありがとうございます。ちょっと張り切ってきました。張り切ってきました、はい、いいっすねこれ。ありがとうございます。あ、いい素材使ってますねこれ。まあ、安物なんですかね安物なんですけどねこれね。なるほどなるほど、はい、よし覚えた。あ、ほんと覚えた、使いますよ、ね、覚えた。パスワード覚えたんで家で、はい、家でめっちゃあの返すダメですか、ダメですか、ダメか、ダメか。経験値3倍で遊べるかなって思ったんだけどな、はい。何の？何の映像ですかね。何の映像ですか。DVD。あ、DVD って言っちゃダメ。ごめんなさい、ね、すいません。あの、ではこちらの方どうぞ。ご覧ください。いや、僕らその男二人映してもいいですね。多分運営のあれは。まあそうですね。あ、何これ何これ。アラド戦記の。こやつらはわしに挑む気か。人間の限界、おっさま、それが何だというのだ。俺の舞を遮る者など全て蹴っ飛ばしてやるぜ。これはバカバカしい。こやつらはわしに挑む気か。大丈夫ですよ。はい。アラド戦記は大丈夫です。はい、大丈夫です。いや、あの、割とマジで。はい。びっくりした。PC の方がね。いや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 。で、あの、チャンネルもついでに変えたみたいですね。レベル上がってきたんで。そうですね。適正チャンネルの方に移動しましたので。はい、パーティーこれからは、14チャンネル、ベヒモス A で。ベヒモス A らしいです。やりたいと思います。ベヒモスですか？ベヒモス、今やってるとこベヒモスってことですね。はいはいはい、あの、浮いてるとこ。あ、そうです。ベヒモスっていうのか。そうなんです、そうなんです。あ、またまたやってる。あ、ちょっとこれやってみません？やってみますか。これどうすればいいの？これ多分これクリックしたら、戦えるんですよ。はいはいはい、どういう戦いたいですかね。え、なんかこいつ強そうで面白くない？あ、こいつですか？でかいやつですか？でかいやつ。やってみますか。でかいやつ。コントロールプラスクリックで。決闘。決闘。お、始まった。来た。おお、これ簡単ですね。簡単に戦えますね、敵と。いいですね。おお、いっぱい来て、いっぱい来て。意外といる。敵の強さ的には29とか、はい、あ、同じレベルかな。そうですね、多分ダンジョンと同じぐらいのやつですか。なるほどなるほど。あ、これもしかして倒すとあの町にいたやつが減ってくのかな。あ、多分そう、あ、確かそういうあれでしたね。そのああで倒したら、はい、めでたしめでたし、はい、そのダンジョン進行が進行されてるんで、こうみんなで協力して町を防衛しようっていう。こいつめちゃくちゃ硬い。
こいつだけめちゃくちゃ硬い。あ、倒した。100点とかあったの、はい、なんだ倒しました。まだいいのかこれ。あれまだいいのか、まだ終わってないってことは。あ、なんか、あ、倒った。ザコが、ザコがよくも手出したな、覚悟してやる。なんか、昔の戦隊アニメのあれセールみたいな。はい。あ、はい、じゃあここで交代しましょうか。はい、はい。あ、僕じゃあ、交代しましょうか。もう出ちゃっていいですか。じゃあ僕この辺で、はい、こちらお邪魔しました。じゃあ失礼します。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、頑張ります。大丈夫ですか、今死にそうじゃないですか。大丈夫ですか。あ、大丈夫です。あ、ごめんなさい。はい、中ですよ。じゃあお邪魔しました。ありがとうございます。本番がとうとう始まりますけど、今からね。もうなんかちょっとな、どうしたの。今日最初打ち合わせの時に、はい、アークいなくて、あ、今日アークいないんだっていう、ちょっとホットムーンでも何でもするような気持ちでいてやってたんですけど。何がちょっとあれ、はい、予行演習も終わって今から本番がとうとう始まるみたいだけど。そうですね、はい。ちょっとね、ほんとごめんなさい、遅くなっちゃって。どうしたんですか今日は。いや、ちょっとやぼよでね。やぼよ、はい、やぼよでね。あ、私、でもね、はい、11時からスタートって聞いてるんやけど。11時からスタート、うん、前倒し。前倒し、はい、そうですね。はい、お願いします。改めて、どうも、あーくんです。こんにちは。初めましての方は、初めまして、どうも。はい、はい、なんかね、自己紹介しろって言われたんですけど、はい、うん、2009年代表です。お願いします。はい、はい、いきましょう。今どこまで行った、はい。今29レベルです。 29? え、今のところ大体多分7時間8時間ぐらい経過してますね。え、まあね、正直まあ僕らって、はい、まあまあレベル1から始めんから、はいはいはい、あれ時間配分があれなんか思うんですけど、はい、ちょっと遅くない。やばい。ちょっと遅いよな。いや、まあそれはこれ多分 MG やつか、はい、いや、僕バトンタッチしてからまあ言うて1時間ぐらいなんですよ今。あ、そうやね、今からスタートだよね。あ、今から、はい、ちょっとスタート出してそれでこれからあれなんですよ。アークも来れてきたんで、はい、これから朝まで出ずっぱりなんですよ。気になりますけど、朝までずっとここにいる。いや、もう自分でも言ってよ、はい、もう休憩はいらないと。いや、その朝まで多分アークの熱いパワー、行きましょう、行きましょう、はい、これからどんどんリレーしてきますから、はい、しかもでも僕全くプレイせんのよね。武器があるんですよ、このゲームは。あ、なるほどね。あ、武器やべえ。はい、こういうね。いや、これね、アルド戦記の放送とか大会とか今までありましたけど、はい、初めてカリーベントが、はい、あ、確かにカリ戦の皆さんも街に、まず、ね、これカメラどこ、どっち、こっち、こっち。カリ戦の皆さんもこれ入ってるんですよね。僕どの画面、あ、これね、見てた、これ本当ね、打ち合わせがあんまないんでびっくりしてるんですけど。本当に。ついてそのままっぽいって感じですか。そうそう。今来てなんかちょっと他の下に置いてくださいよって、はいって、じゃあはいどうぞみたいな。いや、僕なんか袋かぶってこっそり入るみたいな話とかしたいけど全くなしで、あ、じゃあどうぞみたいな。まあ、それほどのネクソンが多分進化してるってことですね。はい、ありがとうございます、はいはい、これね、初めての狩りのイベントですよ。え、ユーザーも交えてやるんですよ。はい、まあ、やりました。もちろんやってます、今結構助かってるじゃないですか、はい、とりあえずもう淡々とやってくるんで。淡々と喋っててください。あ、本当は、はい、わかりました。皆さん参加してくださいよ。今どこで募集してるの。今、14チャンネルで。サーバーどっち。カイン。あ、カインで14ちゃんでアラトっていうパーティー立ってます。あ、今遊んでます。あ、なるほどね、はい、はいはいはい、という感じです。ありがとうございます。一応パーティー入ってくれた人の名前をでも読み上げていこうかな、はい、あの大会風にね、はい、あのハニャバラさんのキャッチコピー何でしたっけ。いける死神。めっちゃかっこいいな。めっちゃかっこいいな。え、自分今学生。学生です。大学生。大学生。え、何回生。うん、ねえ、もうあと1年後就活で使いいよ。
いける死神あの面接でですそうそうそうよろしくお願いしますいける死神ですそう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 おどういうことなの俺が面接なんだそうなのそれからどう広げてください生きる死神についてえ、なんて言ったのみたいな感じになるよいや、生きる死神でああ堂々としてる堂々と何やって、なんか決まり文句あるやんはい敗北を知りたいはいまあその面接で敗北を知ることもない初めて初めて、はいうん、ちょっとあのイルさんの回線が繋がる、はい、ちょっとアー君来てからちょっと調子が悪くなったかあどうも初めまして、はい、スタッフさんじゃなかったすいませんすいませんお願いしますはい、はい、か僕もあれちょっと今ちょっとあれですね、うん、回線があ行きましたおかげさまでねこう人気ゲームなんで、はい、回線がね、はいすみません、ご迷惑をおかけしちゃって。いいことですけどね、はい、いっぱいの方にこんなプレイしていただいて、はい、これでちょっと新しく始めていただいてる方も多いんじゃないですか。この人たちも新しい人かな。あ、でもこの人、帰還って書いてあるもん。あ、帰還ですね。あ、でも珍しくないですか。でもやっぱりその昔やってて、多分この配信を見て今から始めたみたいな、そういう感じかもしれない。今ね、あれなんですよ、もう本当ちょっと前に大型アップデートがありましたから、はいはいはいね、次元の扉、はい、かっこいい過去のね、ダンジョンとかに遡っていくんですよ、はい、合ってるでしょこの辺あれですか、もしかしてウィキ、ウィキにさせてましたウィキそういうね知ってますよあのね、ちゃん、あのね自分分からんかもしれんけど、NG ワードとかあるんよ、一応放送もねはい、まあギリギリガチな、あのところらへんもあるからやめとき、はい、やめときます毎回会社の栄養の紙がなくなるんよ、あの作業をするたんびに毎回で、絶対トナーエラーが出るしというわけでねえ、これでもまあ次元の扉まではちょっと、あ、でも頑張ったらいけるかなその辺頑張りたいと思うよ、まあ、一応80レベル到達が目標ですからじゃなくてあれでしょ80まで終わったらダメみたいな感じでもうシフトしていくわけでしょほらほらそうっすよそれでいいです1回4時間っていうのがありましたけど、はい、100人組みてで ありましたねあれも本当に100人終わるまでもう時間無制限でしたからね、はい、もう今回も頑張っていきましょう今20レベルで6時間やから、はいあと4倍かあと4倍あ、ちょうど24分ぐらいそうです完璧じゃないですかあ、今の調子いけば誰これ計算したっすいけます、いけます、いけます、いけますはいえ、めっちゃえ、でもあれですねもうこのダンジョンまで行ってるんですねはいあれ何ですかこのダンジョンベヒーモスベヒーモスのうん、ベヒーモスのあれよ俺ここ何回も行ってんゾンビのねアイテムを手に入れるためにそうでしょはいそこです、はい、もうかなりうちはもうヤードプレイヤーしかわからない16ページ目ぐらいのあれですよ16ページ目ウィキにはダンジョンも書いてあ俺そこまで印刷してないよ書いてるじゃん、はい、煉獄あ当たりですいやもう当たり前俺一応実況解説やからって前のことなんやけど、はい、まあ結構ね懐かしいダンジョンなんで、はいえ、クエストとかは受けてます、もちろんはいあの、本当にね、最近、まあ最近って言っても1年ぐらい前なんですけどクエストでかなり大幅に経験値がもらえるようになりましてもう今からね、始めてもらってる方でも簡単に今80ですもんね、最大レベルがはいまあ80まで、まあ個人差もありますけどねまあ数ヶ月もプレイしていただければ、はい、もうすぐ最高レベルまでになりますからね今回その数ヶ月を寝ずに24時間でやろうっていう企画なんですけど、うん、なんで全然今からでも始めていただいたらね、はい、もうすぐ、まあ、すぐとまではいかないんですけどねまあ個人的にその家庭が楽しいですからねこういうゲームはね、はい、そうなんですよね、うん、パーティー組んでいくのが本当にそうそうそう、はい、そうっすよ僕もねあれなんですよおかげさまでねちょっとなんかダンジョンに行く時もあるんですけどいろんな人と組んで2回目は組んでくれないんですよね確かそれはあいつガチでなんか下手やんみたいななんかネタじゃなく弱いやんみたいな感じでなんでね、まあ、まあでもまあそんなこともありつつ僕も70ですけどまだ、はい、本当に結構ねレベル上げてしんどいですけどいろんな他のゲームとかは、はい、これは簡単にサクサク上がっていきますからす、ね、まあ今から見せますけど、はい、24時間で80にする方法みたいなこれ公式ガイドブックにして売りましょうあいいですおういいですね、はい、行こうやりますか、うん一応名前は僕にの名前にしておくけども監修でアンジェロさんで、はい、すごいすごいこれ
ほんま、っていうかほんまになんか淡々と狩りしていきますね。そうなんですね。いや、どうやってもアークン来たんで、そのアークン決闘だけじゃなくて狩りも解説、はい、したらどうですか。あ、この部屋の攻略法とかね、まずね、こうズボン、あのね、あ、ダンジョンにはまあほんとね、まあ決闘もそうなんですけど、はい、狩りもやり方みたいなのがありまして、まあ、今ね、こうパーティー組めば組むほどね、まあ、やりやすくはなるんですけどね、はい、でも敵の強さは、あ、変わらないか、変わらない、うん、だからいっぱいね、友達でみんなで組んでダンジョン行ってもらったら、それ楽しくより効率よく、ね、プレイすることができますから。あれですね、もう今からちょっとこれ直すためにちょっと画面切り替えてなんかミニゲームにもします。あ、終わった、よかった。あ、終わりました、はい、終わりました。アイテムとかみんな拾わないの？僕絶対拾うけどね。いや、もう今は本当にもう、もうアイテム拾える人もねえみたいな感じなんですよ。あー、ちょっとお尻叩かれてる、はい、このね、アレックスとかハンターっていうのが結構強いんですよ。こうね、ビョーンってジャンプして地面にボーン、衝撃波が出るんですけど、これ食らうとボーンって転んじゃったりするんですよ。まあ皆さん上手いから、こういう苦難を知らないと思うけど、僕はそれに合わせてガードしたりね、いろいろ。今どうですか、ボーンとかバーンとか言わなかったけど、みんな何がボーンとかバーンとか。これどう、アークの解説どうですか、どんな感じ。あ、ここコメント、あ、こっち受けますか、コメント。ね、どうなってるの。近い近い。ボーン、これ何、赤文字と黒文字は何か違うの。赤文字はその誰か、スタッフさんが多分なんか運営コメントみたいな、そういう感じです、はい。ああ、そういうことね。はい、皆さん、アー君どうですかみたいな感じを聞いてくれてます。はい、おー、なるほどね。ほら、いいコメントとか言われてるし。はい、これ映ってるの、なんか、変な人と目があったんですけど、とうとう僕も念願の 2D の世界に入ってしまったかなって、錯覚してしまったけど。これすごい、めっちゃリアルじゃない。誰が作ったんこれ。わかんない。いや、僕本人もしかして、はい、存在してた。来た時から言いました。すげえ。これ、あ、そうか、画面入ってないからね、僕のなんか一人でなんかビクビクしてる。あ、あ、そういうことね。あ、映して、あ、ありがとうございます、本当に。これ、その頭割ったらこれが出てくるとかないんですかね。ワールドユーザーしかわからないネタで申し訳ないんですけど頭かち割ったら武器出てくるんじゃないですか本当マジで、はい、ありがとうございます。あ、ダンジンのことかなとか、そうそうそう、ダンジン、すごい。あれ、じゃあ、あれ、僕があれかぶって入ってなんか横に座りたいとか言ってたのに、次の登場ではそうしますよ、はい、でもなんか外したら全然知らん兄ちゃんやったわいや、震えたそれあれ、外したとか言ってないのいや、私ネクソンさんは誰かなんかと思ったんやけど全然違うからびっくりしてます、逆に本当申し訳ないですけど。ああ、ほんとだ、これね、コメントが、はい、これすごいな、これどう、あ、あ、ありがとうございます、ほんとにね、いっぱいコメントいただいて。で、さ、今1位が止まってる予想ってそんなことないし、もう完璧に今のね、最前線の情報を教えていきますよ。出川さんいないとこんなにねえ、そんなの、はい、代わりにハンニバルさんがお呼びしてますね、はい、今29、あ、今29ですね。間に合うのかじゃなくても、間に合わせますから。はい、間に合わせます、はい、僕がちょっと、早くどんどん、はい、回して、巻きで巻きでお願いしますよ。はい、はい、これ、今、あ、すごいっすね。総コメント1万6000ですよ。累計来場者数3万4000。これすごいんじゃない。今何時間でしたっけ。今は7時間ぐらい。すごいっすね、はい。あとね、これあれですよ、今、アルド戦記公式とダンジンレンジャー5っていうね、ツイッターの方もね、皆さんフォローとかね、していただいたら、なんかあれです、1万でしたっけ。1万ですね、お願いしますよ。僕この前ちょっと今日新幹線の中でチラッと見たら全然増えてなかったような気がしてそんなこと、あ、そんなことなかった、大丈夫、わかんないです、そんな感じちょっと頼んますよ、今ねおー、今出た、俺なんかハッシュタグとかもなんかようわかんじゃあるんでしょ、はい、登録のね、はい、名前でちょっと皆さんお願いしますよ、本当に。これ行かなかったら罰ゲームあるらしいですからね、アークに俺に罰ゲームあるらしい。ちょっと早く、はい、皆さんツイッターやってない人今から登録してアカウントを簡単に作れるから、頼みますよ。じゃあほらツイッターね、ほらすぐ登録できますから。あ、やらずやってもない、ありがとうございます。全然ね、今からでも新規作成してもらったら
すぐレベル上がりますから。これね、疲労ってどうしてるの？疲労は今回天からの恵みっていうのはありまして、ああなるほどね、あのクリスマスがあったから、まあ実質まあ、あの疲労回復のアイテムが1000個ぐらいあります。あ、本当？あ、それはいいことや、はい、まあ、でもね、こう期間限定でそういうのも販売とかもしてましたからね。ほんとね、そう、これね、その、まあ、いいところでね、こうずっとね、1日のプレイ上限が決まっとるんでね、結構ハイプレイヤーとの差が広がりにくいんですよ、逆にね。そこもいいところですからね。え、ハンジマルさんのこのキャラが8人するキャラ？そうですね、嵐島王です。ああ、アラドシマショーの略みたいな。ああ、なるほど。おう、え、職業は何？アシュラです。アシュラです。アシュラ、おお、いいね。おう、ちょっとなんか自分あんまこいつアシュラ、ああやべ、あんま技知らねえなって今思いましたね。やんなことない、やんなことない、やんなことない。不動明王人とかね。ああ、よく知ってますね。波動、鬼神の波動とか、うん。